東京都心でこの冬初めての氷点下です今朝は関東各地で今期の最低気温を更新しています午前7時半過ぎの東京駅前です東京都心の気温は今期初めてマイナスを記録しました通勤客の皆さんはマフラーや手袋などでしっかりと防寒対策されています 今朝の関東地方は各地で厳しい冷え込みになっています最低気温は東京都心でマイナス0.2度を観測し今期初めて零度未満の冬日となりました関東全体の9割近い地点で冬日となり栃木県日光市の泥部ではマイナス12.7度を記録し関東として今期初めてマイナス10度を下回っています日中も東京都心で9度 埼玉で8度など、各地、真冬並みの寒さが続く見通しです。